はい、しおみんです。これか。はい、本日のテーマですね、レンタカー改装で副業サラリーマンが月5万円を稼ぐ方法について、解説していきたいと思ってます。はい、レンタカー改装で副業でサラリーマンが5万円を稼ぐ方法について解説しようと思ってます。ポイントは3つくらいかな。1つ目は、短い時間で稼働をあまり考えないっていうことですね。2つ目は日曜日はしっかり休もうというようなポイントです。それで3つ目はその上で、月5万円ぐらいは稼げるような方法っていうのをちょっと解説しようかなと思っております。で、1つ目のポイントなんですけど、だいたいですね、普通のサラリーマンで9時5時ぐらいで働いてて、6時から11時ぐらいまで、終電ぐらいまでに、レンタル改装するとですね、だいたい1本とか2本の改装になります。まあ短距離の、まあ、そうするとね、1000円とか、まあ、1500円とかですね、そういうのの積み重ねになるので、あまり短い時間での稼働はどうかなみたいな話かなと僕は思っております。でですね、日曜日はしっかり休もうっていう話を含めて、じゃあどういうような状況で稼働申請出せばいいのかというとですね、結論から言えば、金曜日の夜から日曜日の朝まで、稼働申請を出しましょうというような感じかなと思っております。で、大体ですね、24時間で大体1万円前後ぐらいっていう僕らの感覚があるんで、まあ、それを基本にしてちょっと考えていきますと、金曜日の夕方、飲みに行かない、金曜日の夕方は飲みに行かないで、18時から、稼働すると、金曜日には、6時間の稼働になります。で、土曜日は、じっくり一日中稼働すると24時間の稼働になります。で、頑張ってですね、日曜日の朝の8時まで稼働すると、金曜日から日曜日の朝までで、だいたい38時間の稼働になります。で、24時間でだいたい1万円ぐらいなんかなと思うと、38時間稼働するとそれの 1.5 倍なんで、だいたい週末で1万5000円ぐらい稼ぐというイメージですね。で、週末で1万5000円稼ぐということは、4週間で、6万円ぐらいというような、私の計算かなと思ってます。でですね、ちょっと、いろいろとですね、ご飯食べたり、あるいはお風呂入ったり、あるいは寝かけ泊まったりっていうちょっとコストがかかると思うんで、だいたい手元に残るのがそれぐらいの稼働して、5万円ぐらいじゃないかなと思ったりします。で、ここポイントはですね、この稼働中にですね、睡眠時間やっぱり、5時間ぐらいは取っていただきたいな。まあ、場合によっては取れない場合もあるかもわかんないですけど、でやるとですね、日曜日朝まで稼働しても、日曜日、子供にと一緒に遊べるとかですね、奥さんと一緒に買い物行けるとかですね、彼女と一緒に遊べるとかですね、十分休養取れるとかですね、まあ、そういったことも含めて、可能なんじゃないかなと思ったりします。まあ、もし5週あったら、まあ、もうちょっと稼げるかもわかんないですけど、あんまり無理してやると続かないかなと思うんで、だいたい金曜日の夜から日曜日の朝までみたいな話で、毎週回していくと、なんとなくいい感じで月5万円ぐらいプラスになるんじゃないかなと思ったりします。もし僕がサラリーマンで月金で働いてるんだったら、そういうのを中心にいろいろと考えていくかなと思うんで、一応私からのご提案というようなことになります。もしよかったらやってみてください。それでは、さよなら。